コンビーのメルボルン市電 D 型電車 C 型はオーストラリアメルボルンの路面電車であるメルボルン市電に在籍する電車の位置形式。車内全体が低床構造となっている超低床電車で3車体連接車の d 1系、5車体連接車の D2 型の2種類が存在する。オーストラリアの大都市メルボルン市内に存在する路面電車は 長年公営組織によって運営されていたが、サービス向上や事業の効率化を目的に列車の運営権を民間企業へ活用することとなり、1997年に路線ブランドを東西南北に分割した後、1999年以降、フランチャイズ契約を結んだ各民間企業が運営を担当することとなった。それ以降、両社は 車両や施設の近代化を積極的に実施することとなったが、その中で南北系統の運営を担当したスワンストントラムが1999年に発注した超低床電車が D 型である。D 型はシーメンスが展開した路面電車、ブランド、コンビーノの一形式でフローティング車体を含めた連接構造を有する超低床電車である。メルボルンには 編成が異なる2種類の車両が導入されており、3車体連接車は D1 系、5車体連接車には D2 系という形式名が付けられている。最初の車両は2002年11月から営業運転を開始したが、同年にスワンストントラム改め M トラムを運営していたナショナルエクスプレスが収益性の問題からメルボルン市電を含むオーストラリア市場から撤退したため、 同事業者の路線及び車両については一時的に、ビクトリア州による運営が行われた後2004年以降は、ヤラトラムによる運営に統合された。そのため、同年まで納入された D 型の大半の車両は、ビクトリア州やヤラトラムによる導入が実施されている。2020年現在、D1 型は38両、D2 型は21両が在籍し、 前車は5.616.5872号線、後車は6.19号線で使用されている。2000年代後半以降コンビーノにアルミニウム製の車体の接合部分に亀裂が生じる、欠陥が見つかり、衝突時に屋根が崩壊する危険性があることから、製造メーカーのシーメンスによる大規模な修繕工事が実施されたが、メルボルンに導入された。 D 型についても同様に構え体に微細な亀裂が発見され2009年から2011年まで無償の修理が行われたこれによる車体構造の強化の影響で座席数が減少し D1 型は32人分 D2 型は56人分に変更されている高尾市内の実験線を走行する D2 型の車体連接車の D2 型のうち 一両については、メルボルン市団への導入に先立つ2004年1月に、台湾の高尾市内で、ライトレールのデモンストレーション走行を実施した。その後高尾市内には、ライトレールが開通したが、それに合わせて導入された車両は、コンビーノではなくスペインのカフが展開する、ウルボスとなっている。ありがとうございます。